xin chào tất cả các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện tập về bốn cấu trúc De... về cái cách nghe hiệu quả thì các bạn có thể tham khảo bốn bước mình đã liệt kê dưới đây 最近、マリアさん、学校へ来ませんね。ええー、交通事故にあって、入院したんですって。最近。 マリアさん、学校へ来ませんね。ええ。交通事故にあって入院したんですって。最近マリアさん、学校へ来ませんね。ええ。交通事故にあって入院したんですって。最近マリアさん、学校へ来ませんね。ええ。交通事故にあって入院したんですって。 佐藤さん、最近、早く帰りますね。ええー、お母さんが病気なんですって。佐藤さん、最近、早く帰りますね。ええー、お母さんが病気なんですって。佐藤さん、最近、早く帰りますね。ええー、お母さんが病気なんですって。

ええ、すごく美味しいんですって。あのレストラン、いつも混んでますね。ええ、すごく美味しいんですって。あのレストラン、いつも混んでますね。ええ、すごく美味しいんですって。山田さん、車を盗まれたんですって。え、それは大変ですね。 山田さん、車を盗まれたんですって。え、それは大変ですね。山田さん、車を盗まれたんですって。え、それは大変ですね。長さん、国立大学に行きたいんですって。ああ、だから一生懸命勉強してるんですね。 張さん、国立大学に行きたいんですって。ああ、だから一生懸命勉強してるんですね。張さん、国立大学に行きたいんですって。ああ、だから一生懸命勉強してるんですね。来週の飲み会、佐藤さん、来るかな昨日あったんだけど、 来られないって。来週の飲み会、佐藤さん来るかな昨日あったんだけど、来られないって。来週の飲み会、佐藤さん来るかな昨日会ったんだけど、来られないって。木村さん。 最近綺麗になったよね。うん、彼ができたんだって。木村さん、最近綺麗になったよね。うん、彼ができたんだって。木村さん、最近綺麗になったよね。うん、彼ができたんだって。携帯電話、 買おうと思ってるんだけど。ああ、それなら駅前の店が安いって。携帯電話買おうと思ってるんだけど。ああ、それなら駅前の店が安いって。携帯電話買おうと思ってるんだけど。ああ、それなら駅前の店が安いって。

王さん、今月10本も映画を見たそうですよ。へえ。王さんくらい映画の好きな人はいませんね。王さん、今月10本も映画を見たそうですよ。へえ。王さんくらい映画の好きな人はいませんね。王さん、毎日4時間も勉強してるそうですよ。へえ。 王さんくらい勉強の好きな人はいませんね。王さん毎日4時間も勉強しているそうですよ。へー。王さんくらい勉強の好きな人はいませんね。王さん毎日4時間も勉強しているそうですよ。へー。王さんくらい勉強の好きな人はいませんね。 木村さん、昨日遅くまで手伝ってくれたんですよ。よかったですね。木村さんくらい親切な人はいませんね。木村さん、昨日遅くまで手伝ってくれたんですよ。よかったですね。木村さんくらい親切な人はいませんね。木村さん、昨日遅くまで手伝ってくれたんですよ。よかったですね。木村さんくらい 親切な人はいませんね。山田さん、昨日もまたカラオケに行ったそうですよ。へえ、山田さんくらいカラオケが好きな人はいませんね。山田さん、昨日もまたカラオケに行ったそうですよ。へえ、山田さんくらいカラオケが好きな人は いませんね。山田さん、昨日もまたカラオケに行ったそうですよ。へえ、山田さんくらいカラオケが好きな人はいませんね。木村さん、休みは月に二日しかないらしいですよ。へえ、木村さんくらいよく働く人はいませんね。 木村さん、休みは月に二日しかないらしいですよ。へえ、木村さんくらいよく働く人はいませんね。木村さん、休みは月に二日しかないらしいですよ。へえ、木村さんくらいよく働く人はいませんね。あ、また地震ですね。 本当だ。日本くらい地震の多い国はありませんね。あ、また地震ですね。本当だ。日本くらい地震の多い国はありませんね。あ、また地震ですね。本当だ。日本くらい地震の多い国はありませんね。あの寿司屋。 美味しいよね。うん。あの店くらい美味しい店はないね。あの寿司屋美味しいよね。うん。あの店くらい美味しい店はないね。あの寿司屋美味しいよね。うん。あの店くらい美味しい店はないね。

松本先生の授業面白いよね <noise>。うん、松本先生くらい面白い先生はいないよね。<noise> 松本先生の授業面白いよね。うん、松本先生くらい面白い先生はいないよね。<noise> 松本先生の授業面白いよね <noise>。うん、松本先生くらい面白い先生はいないよね。<noise> くらいはない。王さん、毎日4時間も勉強してるらしいですよ。ええー、国立大学に入りたいんですって。へえ、王さんくらいよく勉強する人はいませんね。王さん、毎日4時間も勉強してるらしいですよ。へえ、王さんくらいよく勉強する人はいませんね。ええー、

隣の部屋、静かですね。ええ、日曜だから出かけてるんじゃないでしょうか。隣の部屋、静かですね。ええ、日曜だから出かけてるんじゃないでしょうか。隣の部屋、静かですね。ええ、 日曜だから出かけてるんじゃないでしょうか。王さん嬉しそうですね。ええ、昨日のテストよかったんじゃないでしょうか。王さん嬉しそうですね。ええ、昨日のテストよかったんじゃないでしょうか。王さん嬉しそうですね。ええ、昨日のテスト よかったんじゃないでしょうか。木村さん、元気がないですね。ええ、体の調子が良くないんじゃないでしょうか。木村さん、元気がないですね。ええ、体の調子が良くないんじゃないでしょうか。木村さん、元気がないですね。ええ、 体の調子が良くないんじゃないでしょうか。あれあそこに人が大勢いますね。そうですね。事故でもあったんじゃないでしょうか。あれあそこに人が大勢いますね。そうですね。事故でもあったんじゃないでしょうか。 あれあそこに人が大勢いますね。そうですね。事故でもあったんじゃないでしょうか。山田さんのお見舞い、花と果物、どちらがいいでしょうかそうですね。花の方がいいんじゃないでしょうか。山田さんのお見舞い、花と果物、どちらがいいでしょうかそうですね。 花の方がいいんじゃないでしょうか。山田さんのお見舞い、花と果物、どちらがいいでしょうか。そうですね。花の方がいいんじゃないでしょうか。赤と青、どちらが似合うと思いますかそうですね。赤の方がいいんじゃないでしょうか。赤と青、 どちらが似合うと思いますかそうですね。赤の方がいいんじゃないでしょうか。赤と青、どちらが似合うと思いますかそうですね。赤の方がいいんじゃないでしょうか。傘、持って行った方がいいかなうーん、持って行った方がいいんじゃない 傘、持って行った方がいいかなうーん、持って行った方がいいんじゃない傘、持って行った方がいいかなうーん、持って行った方がいいんじゃないアルバイト、やめようかなうーん、でも、やめない方がいいんじゃない アルバイト、やめようかなうーん。でも、やめない方がいいんじゃないアルバイト、やめようかなうーん。でも、やめない方がいいんじゃない <laughs> 風邪早く帰った方がいいんじゃない 風早く帰った方がいいんじゃない <laughs> 風早く帰った方がいいんじゃないでもでも日本語の勉強どうですか いくら勉強しても上手になりません。日本語の勉強どうですかいくら勉強しても上手になりません。日本語の勉強どうですかいくら勉強しても上手になりません。漢字、もっと勉強した方がいいですよ。でも、 勉強しても覚えられないんです漢字もっと勉強した方がいいですよでも勉強しても覚えられないんです漢字もっと勉強した方がいいですよでも勉強しても覚えられないんです先生にお願いして 宿題を少なくしてもらえませんかでも、頼んでもダメだと思いますよ。先生にお願いして、宿題を少なくしてもらえませんかでも、頼んでもダメだと思いますよ。先生にお願いして、宿題を少なくしてもらえませんかでも、頼んでもダメだと思いますよ。 どうして試験、受けないんですかうん、今受けても、合格できないからです。どうして試験、受けないんですかうん、今受けても、合格できないからです。どうして試験、受けないんですかうん、今受けても、合格できないからです。 どうして宿題してないんですか考えてもわからなかったからですどうして宿題してないんですか考えてもわからなかったからですどうして宿題してないんですか考えてもわからなかったからです どうして会社を辞めたんですかうん。真面目に働いても給料が上がらないからです。どうして会社を辞めたんですかうん。真面目に働いても給料が上がらないからです。どうして会社を辞めたんですかうん。真面目に働いても給料が上がらないからです。 どうして車洗わないのいや、洗ってもすぐに汚れるからね。どうして車洗わないのいや、洗ってもすぐに汚れるからね。どうして車洗わないのいや、洗ってもすぐに汚れるからね。メガネあった うんうん、いくら探しても見つからない。眼鏡、あったうんうん、いくら探しても見つからない。眼鏡、あったうんうん、いくら探しても見つからない。風邪、治ったいや。 毎日薬飲んでも治らなくて風邪、治ったいや、毎日薬飲んでも治らなくて風邪、治ったいや、毎日薬飲んでも治らなくて でも、んじゃないでしょうか。漢字、もっと勉強した方がいいですよ。でも、いくら勉強しても覚えられないんです。うん、もっといい勉強方法があるんじゃないでしょうか。